クロスボウはオーストリアのオートバイメーカーである KTM が初めて製造したスポーツカーである。イタリアのレーシングカーコンストラクターであるダラーラ、ザルツブルクのキスカデザイン、ドイツのアウディなどと共同で開発された。ダラーラ社によるレーシングスペックのカーボンモノコックシャシーを持ち、センターロック式のホイール、ブレンボ製ブレーキを採用している。 時速 200km で 193kg のダウンホースを発生する。コースに合わせて選択できる複数のサスペンションやレースタイヤなどが用意されている。カーボンモノコック構造がよくわかるコックピット多くの風洞実験により強大なダウンホースを発生するデザインクロスボウは2007年のジュネーブ賞で発表され、翌2008年より市販開始。 初年度の販売台数は全世界で250台。フォルクスワーゲングループから供給されたインタークーラー付きターボチャージャー 1984cc 直噴 TFSI エンジンを搭載。最大出力 240PS5500rpm、最大トルク310 n m メートル2200から 5400rpm を発生する。 車重は最軽量のモデルで7 9 0ラム。エンジンの始動はスマートエントリーに対応しているが、その後の操作は一般的な自動車と比べると独特で多少手間がかかる。助手席側にある差し込み口に入れての始動も可能。デジタル式のセンターメーターが搭載されており、速度やエンジンの回転数だけでなく、車両にかかる横 G などが表示できる。 またレースモードに切り替えると、周回ラップなどレースで重要な情報を表示できる。行動走行が可能な一方で、風防が低いため、風がほとんど顔に当たる、雨用の簡易ホロなどもオプションでも提供されない、トランクスペース、エアコン、オーディオがないなど、走る以外の装備はほと、ほシートベルトは、標準で4点式、ハンドルは、左が基本だが、右も選択できる。 シートは固定で、ステアリングとペダルをスライドして、ポジションを合わせる、フォーミュラ式の構造を採用している。またサスペンションアームは、フォーミュラーカード用の構造を持ち、クラッシュ時に折れて、ホイールが外れて、衝撃を分散させるように先端が薄く作られている。当初、KTM では、年産500台を計画していたが、想定以上の受注を抱えたため、グラーツ均衡に、 新たな工場を建設し、年産先台体制を取ることになった。XBO の組み立て工場内の動画、https コロンスラッシュスラッシュ ww.youtube.com スラッシュウォッチ、V コール 3XFCWWN4B を、当初日本国内においては1995年から、株式会社ズームが、統括代理店契約を行っていたが、日本での販売数が、 年間数台、十台程度と伸びなかったことなどから、現在は VT ホールディングスグループの SCI 株式会社も窓口を務めるようになった。屋根がないことや、オーディオやエアコンがないことなどから、公道を走ることはできても実用に適さない車両であったため日本国内での販売実績は乏しく、走行されている車両は累計100台にも満たないとされ、存在自体も一般に、 認知されていないことから相当のレア車とされる。自動車販売ディーラーですら展示車がない店舗がほとんどで、車体自体を見かけることもほとんどない。鍵のデザインについても生産台数が少なかったこともあり、最近までモジュールとして使用したドイツのアウディ製のイグニッションキーをそのまま使用していた。そのため鍵に刻印されたロゴマークなども、 ドイツのアウディのものが刻印されており、メーカーとしての KTM のロゴマークすら刻印されていなかった。x o g t x o g t のコックピット2008年の発売以来、ストリート、クラブスポーツ、スーパーライト、GT4。これに伴い、スーパーライト、GT4、ロックについては廃止された。クロスボーの標準仕様グレード、サーキット走行向けに、 最適化されたグレード。高動走行時には一部のパーツを外す必要がある。新型エンジンを得たハイパワーグレード。80代限定。フロントサイドスクリーンを装備した快適仕様のモデル。エンジンはトルク重視のセッティング。ありがとうございます。